サラダと魔法のお店サラダと魔法のお店大きな大きな柳の木の下に小さな小さな村がありましたその村は柳村と言いました柳村にはバッタのトビハネさんとカタツムリのキララさんと クモのカセカさんとアリのパパママは坊やのせっせ家族が住んでいましたある日この柳村に芋虫のモナックさんが引っ越してきましたそしてサラダと魔法のお店を開きましたモナックさんの作る葉っぱのサラダはとても美味しかったのでみんなは毎日食べに行きましたある日せっせ家族の坊やが聞きました「ねえモナックさんサラダと魔法のお店って書いてあるけど 魔法はどこにあるのそれは秘密でももうすぐわかるよとモナクさんが言いましたそれからしばらく経ったある朝みんながモナクさんのお店に行くと扉がぴったり閉まって「お休み」の看板が下がっていましたおいしいサラダが食べられなくてみんなはがっかりしました次の日もまた次の日もサラダと魔法の店は閉まったまんまでしたあまり何日も閉まったままだったのでみんなは心配になりました もしかしたらモナクさんは病気かもしれないと飛び跳ねさんが言いましたそこでみんなで様子を見に行くことにしました、うん、トントントン飛び跳ねさんが扉をたたきましたどなたですか中からモナクさんの声がしました飛び跳ねとセカセカとキララとせっせ家族です あまり長いことお店が閉まったままなので、心配になって見に来たのです。ありがとう。ちょうどいいところに来てくれました。どうぞ中へお入りください。みんなが中に入ると、モナクさんの姿は見えなくて、天井から変なものがぶら下がっていました。そしてその変なものの中から、魔法の始まり始まり、油かたぶらというモナクさんの声が聞こえてきて、やあしばらく、みなさんこんにちは。 と言いながら綺麗な蝶々が飛び出してきましたえー、あなたは本当にあの芋虫のモナックさんいや、これはすごい魔法だとみんなびっくりえー、僕は芋虫のモナックですしばらく眠っている間に蝶々に変身したのですこれでサラダと魔法のお店はおしまいですこれからお花畑へ行ってジュース屋さんを開きます皆さんぜひ来てくださいねそう言ってモナックさんはひらひらと青い空へ飛んでいきました 1>, 1週間ほどしてトンボのピューさんがモナクさんからの手紙を柳村のみんなのところに届けてくれました中には招待状と地図が入っていました招待状には今度の日曜日に「立ちあい村で結婚式のパーティーを開きますのでみんなで来てください」と書いてありました随分遠いところのようなのでみんなで地図を見ながらどの道を通っていくかよく相談しました 日曜日はとてもいいお天気でした <laughs> みんなは朝早く出発しましたクローバーの野原を歩いている時せっせ家族のパパが言いました結婚のお祝いに幸せを呼ぶ四つ葉のクローバーをモナックスさんにプレゼントしようそれはいい考えみんなで四つ葉のクローバーを探しましたああ,あったせっせ家族の坊やが見つけました こでまりの花のトンネルに差し掛かったちょうどその時、強い風が吹いてきて花びらを吹雪のように散らしました。セカセカさんもキララさんもセッセ家族もみんな花びらの下に渦まってしまいました。飛びハさんが一人ずつ引っ張り出してくれました。やがて道は暗い木の根の迷路に差し掛かりました。 地図には青く光るキノコを探しながら行くと間違えないで出られますと書いてありました暗い木の根の迷路を出て少し行くと小さな川がありましたモナクさんの新しい家に行くにはこの川を渡らなければなりませんでも橋が壊れていましたトビハねさんはちょっと考えていました僕はぴょんと飛び越せるなセガスカさんとセクセ家族は話し合っています あの細い枯草の上をそっと歩けば渡れそうだね。きララさんは泣き出しました。私はぴょんとも飛べないし、あんな細い枯草の上を歩くこともできないわ。<noise> そうだ、橋を作ろうとせっせ家族のパパが言いました。せっせ家族が、あれはや木の枝を集めてきます。せかせかさんが、それを糸でくるくる巻いてくっつけると。 飛びはねさんがよいしょと運んで向こう岸に渡しました。これでキララさんが乗っても壊れない丈夫な橋ができました。橋を渡ってしばらく行くと、モナックさんの新しい家のある立青い村に着きました。遠いところをはるばるようこそ、モナックさんとモナック奥さんが出迎えてくれました。パーティーには新しいお隣さんのトンボのピュウさんとテントウムシのテンテンさんも来ていました。 モナックさんの作った花の蜜のジュースで乾杯してから、モナック奥さんの作ったおいしいタンポポケーキを食べました。それからみんなが結婚祝いのプレゼントをあげました。トびハネさんは手紙を書くときに使うもの。キララさんは顔を映してみるもの。セカセカさんはお揃いできるもの。セステ家族は幸せを呼ぶ緑色のもの。ピューさんはジュースを飲むときに使うもの。テンテンさんは雨降りの日に使うもの。 プレゼントをあげた後は草むらでカウクレンボをして遊びましたみんなとても上手に隠れたので鬼になったモナックさんとモナック奥さんはみんなを見つけるのにとても長い時間がかかりましたお日様がオレンジ色になって西に傾いた頃、柳村のみんなはモナックさんたちにさよならを言いましたぴょんぴょん元気よく一番先を飛び跳ねていた飛び跳ねさんは 橋のとところでピョンと飛ん飛だ拍子に、大事な地図を川に落としてししてままいました。地図はあっという間に流れていってしまいました一番最後にキララさんがゆっくりゆっくりやってきた時飛びハねさんとセカセカさんとせっせ家族が「地図がないのでもう家に帰れないどうしよう」と言って泣いてしまいました「し心配しなくても大丈夫帰り道なので私に任せて」。 とキララさんが言いました。私は歩くときにキラキラした跡を残します。だから月が昇れば、私たちの歩いてきた道が青白く光って見えるはずです。それをたどっていけば、必ず柳村に帰れます。あの丘の上に登って見てみましょう。うん、丘の上からは月の光に照らされて、キラキラと光る細い細い道が大きな大きな柳の木のところまで続いているのが見えました。 柳村に帰ってきたみんなは素敵なパーティーだったねタンポポケーキは美味しかったね花の蜜のジュースも美味しかったねでもモナクさんの美味しいサラダがもう食べられないのはちょっと残念と口々に言いましたさて次の朝みんなが起きた時何を見つけたでしょうなんと新しいサラダと魔法のお店でした今度引っ越してきたのは毛深い毛虫さんでしたよ